U-81 は、第二次世界大戦中に建造されたドイツ海軍の、セブン型潜水艦で、U-81、81またはアンターシブート81の略称である。U-81 は1939年に1月25日ブレーメンの、ノルト管理区フェーゲザックにある、ブレーマーフル艦造船所に発注され、1940年5月11日に、寄港されて、 呼吸ヶ月で浸水した。1941年2月22日に浸水し、同年4月26日、フリードリヒ・グッゲンベルガー中尉を最初の艦長に迎え収益した。グッゲンベルガー中尉の指揮下でいうマイナス81は1941年4月26日から7月31日まで第一 u ボート船隊に配属され訓練を行った。そして、 第 1U ボート戦隊所属のまま実戦につき、紹介訓練を行った。U-81 が最初に戦果を上げたのは、第二次紹介の時で、トロンハイムから北海を経て、た大西洋でのことで、フランスのブレストへ配属になる前のことだった。この紹介中に SC-42 戦団と、遭遇し、9月9日に、イギリス戦、エンパイアスプリングバックを、 続いて9月10日には同じくサリーマークスを沈め2隻、合わせて8843トンとなった。この後、U-81 は地中海派遣を命じられた艦の一隻となった。地中海へ向かう最初の試みは10月30日にイギリス空軍第209飛行隊所属のプビー、カタリナ飛行艇の攻撃を受け、 大きな損傷を負うという災難に見舞われ、ジブラルタル海峡を通過することができなかった。このカタリナは、第53飛行隊所属のロッキード・ハドソンと、共同して U-81 に対し爆雷を投下した。これにより U-81 は、大きな損傷を受け、ブレストへ戻ることを余儀なくされた。ブレストで再度地中海へ侵入するために必要な修理を行った。 損傷を追い傾いた、アークロイヤルの生存者救出のため原則に接近している、イギリス海軍駆逐管理ョン11月4日、U-81 は、ブレストからラスペツヤへ向かって出航した。11月13日に、ジブラルタル海峡を通過し航行しているところで、ジブラルタル駅間途中の H 部隊と遭遇した。U-81 は、 航空母艦アークロイヤルへ向け魚雷を4発発射しそのうちの2発が命中した。このため護衛艦から爆雷攻撃を受けたもののこれをかわした。アークロイヤルは救難作業にもかかわらず攻撃を受けた約12時間後には放棄されることとなり、その約2時間後に転覆して沈んだ。乗員の犠牲者は魚雷の爆発が原因での1名だけだった。 U-81 は12月1日に、ラスペツヤに到着し、第 29U ボート戦隊に合流した。U-81 は、第4次紹介では、何の戦果も得られなかった。1942年4月4日、地中海東部へ向けて、第5次紹介に出航した。4月16日に、エジプトのホブネ・バブエル・ファラウト・ファトウ・エル・カールを、 イギリス戦カスピアと自由フランス海軍対戦トロール、漁船海造艇ビーキングスも沈めた。U-81 は、さらに4月19日に、エジプトホブネ、ヘフツエルラーマンを、4月22日に、エルサーディアともう一隻を沈めた。U-81 は4月25日まで紹介を。 行い、サラミスに入港し、この22日間で7隻7682トンの船を沈めた。サラミスからの第6次紹介では戦果を得られず、次の第7次紹介でイギリス船アーブルを6月10日に沈め、ラスペツヤに戻った U-81 の第8次紹介は地中海西部で行われた。 イギリス戦、ガーリングを11月10日に沈め、統治作戦中の一戦団の攻撃に向かい11月13日に、マロンを沈めた。U-81 の次の紹介は、戦火がなく、しばらくポーラ方面へ移動した。12月25日に艦長がグッゲンベルガーから、ヨハン・オットークリーク中尉へ交代した。 U-81 は1943年1月30日、ポーラから次の紹介に出港した。2月10日に、オランダ船サロエナに損傷を与え、翌11日には4隻の帆船、エジプト船、アルカスバナー、サッバーフエルキールとレバノン戦フスに及び、パレスチナ戦ドルフィンを沈めた。U-81 は2月19日に、 サラミスに入港し、21日間の紹介で4隻388トンを沈め、1隻6671トンに損傷を与えた。次の、第11次紹介では、エジプトハンセンブーギー、マワッハーブアッラー及びロスディを沈めたが、実質的には大した戦果ではなく、次の紹介任務で戦果を上げることができた。第12次紹介で、6月17日に、 イギリス兵員に輸送船ヨーマを沈め、続いて25日には、エジプト反戦にするを、26日には、シリアホブネネリー及びトーフィックアーラーを沈めた。同27日には、ギリシア船ミカリオスを沈めたが、ラタキア沖で、海岸砲の攻撃を受けた。次の、第13次紹介で7月22日、エンパイアムーンに魚雷を命中させ重大な損傷を与えた。 これにより、エンパイアムーンは戦争終了まで修理を要することとなった。それ以降の3時の紹介では、11月18日でエンパイアダンスタンを沈めたたは、戦果がなかった。U-81 は1944年1月9日11時30分、ポーラ基地でアメリカ合衆国軍爆撃機から爆撃を受けた。 この爆撃により沈没し2名の乗組員が死亡した、ほか、生存者数については不明である。残骸は1944年4月22日に引き上げられ解体された。U-81 は17時にわたる紹介を行い、23隻、合計63,289トンの船を沈めほかに2隻。 合計14,143トンに損傷を与えた。ABCDU-81S キャリア翻訳にあたり2010年11月7日、閲覧。ローシッター、アークロイヤル、ピアニッシモ、P329ABCDEU-81UBOAT.netU-81 の概要2010年11月8日、閲覧。 patrolinfoforu-81uboat.net 第2次、紹介2010年11月8日閲覧。hmsarkroyaluboat.net アークロイヤルの沈没2010年11月8日、閲覧。patrolinfoforu-81uboat.net 第3次。 紹介2010年11月8日閲覧。patrolinfoforu-81uboat.net 第5次。紹介2010年11月8日閲覧。patrolinfoforu-81uboat.net 第7次。紹介2010年11月8日閲覧。 patrolinfoforu-81uboat.net 第8次、紹介2010年11月9日閲覧。patrolinfoforu-81uboat.net 第10次、紹介2010年11月9日閲覧。patrolinfoforu-81uboat.net 第11次。 紹介2010年11月9日閲覧。patrolinfoforu-81uboat.net 第12次。紹介2010年11月9日閲覧。patrolinfoforu-81uboat.net 第13次。紹介2010年11月9日閲覧。 patrolinfoforu-81uboat.net 第16次紹介2010年11月9日閲覧ありがとうございます